松山親局送信所は、愛媛県松山市と伊予市にある、テレビジョン放送と FM ラジオ放送の、親局送信所である。愛媛県を、放送対象地域とするすべてのテレビ FM 放送の、親局が位置し、送信場所は、アナログ VHF 局、NHKFM が、松山市、城山、その他デジタル放送などはすべて、伊予市行動山に分かれている。なお、 本校では2016年6月30日にサービスを終了したマルチメディア放送のジャパンモバイルキャスティングの中継局についても合わせて記述する。地上デジタル放送におけるこの送信書の電波法に定める放送区域は愛媛県まさ町の全域並びに松山市、伊予市、東温市、大須市、今治市及び戸部町の各一部約24万世帯である。 愛媛県全世帯の43%をカバーしている。愛媛県を放送対象地域とする放送局の親局であると同時に松山市周辺に広がる松山平野とその東初部をカバーする愛媛県中部における機関送信所である。城山のテレビと松山市中心部の城山から VHF 局の NHK と RNB 南海放送のアナログ放送。 NHKFM が送信している。山頂の松山城天守閣付近は文化財に指定されており、工事の許可が得られないため、城山東側の中原で松山城ロープウェイ長者が平駅のそば、標高95.5メートルの地点に NHK 松山 TV 放送局として建設された。2社とも局舎は単独で設置しているが、 鉄塔は共同で使用している。鉄塔は松山城内にあるため景観に配慮して全体が緑色に塗装されている。アンテナの配置は上段が NHK アナログ総合テレビ、中段が RNB アナログ、下段が NHK アナログ教育テレビと NHKFM 共用アンテナ。2011年7月24日に アナログテレビジョン放送は終了し、上山の電波塔は NHK 松山 FM のみの送信となる。IBC アナデジ FM 愛媛、IBC テレビ愛媛のアナログデジタル放送と FM 愛媛が送信している。局舎、鉄塔は共同で使用し、アンテナは各社別に設置している。アンテナの配置は上段が IBC アナログ、下段が FM 愛媛と、 スキュー配列の厳しいデジタルである。IF アナデジイートアナデジ ITV、イートテレビ送信書 IFI テレビとイート、愛媛アサヒテレビがアナログ放送とデジタル放送を送信している。局舎鉄塔は共同で使用し、アンテナは各社別に設置している。アンテナの配置は上段が IF アナログ、中段がイートアナログ。 下段がイフイートの動巻上デジタルアンテナである2社はもともとアナログ放送では、局舎と鉄塔は共同で使用していたものの、アンテナは単独で使用していたが、デジタル化にあたり、既存アナログアンテナの下に2社共同で、共用の道巻上デジタルアンテナを追加した。NHK デジタル RNB デジタル送信書。 全系 NHK 松山放送局と RNB 南海放送がデジタルテレビを送信している。局舎は NHK と RNB は単独で使用しており、NHK 局舎の屋上に2社共用の鉄塔が建てられている。アンテナは NHK 総合、教育と RNB 共用の4リットル総ループアンテナ4段4面である。また、同じ敷地内には、 RNB の無線中継所や既存の NHK 行動山無線中継所の鉄塔も存在している。この2社はアナログ放送では VHF 派を使用して白山送信所から送信していたためデジタル化にあたり NHK の行動山無線中継所が置かれていた現在地にデジタルテレビ専用の送信施設を建設した。そのためもともとアナログ放送時代から 共同山に送信所を設置していた既存 UHF 局である上北社とは離れた場所に位置している。アナログ放送が停波する2011年7月24日以降、白山送信所に残るのは NHKFM の送信施設のみになる。ありがとうございます。